富士急行、富士急ハイランドコニファーフォレストコニファーフォレストは、山梨県富士吉田市にある、富士急行所有のスケート場、野外コンサートホール。1986年に開催されるか、維持国体登記、スピードスケート会場として、国道139号を挟んだ富士急ハイランドの南側にクラブハウス付全周400メートルのスケートリンクが整備され、 冬季大会開会式が行われた1月28日に開演した。か、維持国体で使用された後は主に、富士急行スピードスケート部が練習場と使用しており、アルベルビル女子500メートル銅メダルの橋本聖子や、長野五輪女子500メートル銅メダル岡崎智美を、はじめ、多くのオリンピック選手をこのリンクで育成した。また、練習日以外は、 山梨県内の小学校を対象としたスケート教室の開催やハイランド内のリンク、クリスタルラグーンと合わせて一般にも貸し出している。現在、同スケート部に所属していた橋本聖子の功績を称え、聖子オーバルの名前が付けられている。また、クラブハウス内には岡崎智美の功績を称えたスケートミュージアムも設置されている。コンサートでの使用例書きは、 リンク化されない一方で、サウンドコニファー229と題し、近隣の河口湖、ステラシアターと共に、大型ライブ等の屋外イベント会場として使用されている。レゲージャパンスプラッシュや、サマーソニック、オーガスタキャンプなどの大型ロックフェスティバル、ダンスミュージックフェスティバルの会場として開催される、いわゆる会場菓子や、大物アーティストのワンマンコンサートなど、 様々な形態にて開催される。騎士、ダンバンパク2006など、富士急ハイランドという特性を生かした、アミューズメント性の高い音楽イベントも実施されている。20周年目の2008年公演では、富士山近辺という地域を意識し、環境問題を取り上げた、フェスティバル、富士クエスト2008を実施。同じく2008年公演として、テクノハウスミュージックを取り上げた。 音玉アフターパーティー2008を実施。近年では、アニメゲーム、声優系の公演も多くなり、公演時期に合わせ富士急ハイランドで、コラボイベントを実施するケースもある。2011年の公演をもって、一旦中断したものの、2013年に再開され、それ以降毎年開催されている。AB 両作品に出演している学び及び小祝い。 小鳥の2名は2週連続での来場となった。D4DJ D4FES BE Happy Remix D4DJ 公式サイトブーシロード2021年6月5日閲覧アーガナビスライブ2021ジャンクションエイジアーガナビスフロムバンドリー公式ポータルサイトアーガナビス2021年6月5日閲覧ありがとうございます